茨城県にやってきました。こちらがソメキューテクノロジーです。では早速ソメキューに行ってキュー。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは、はい、ソメキューっていう社名、はい、少しこうユニークなお名前だなと思ったんですけど、はい、アルファベットの Q が何の Q なんですかってよく聞かれるんですが、クエスチョンだったりクオリティだったり、あるいはお化けの Q 太郎の Q、 Q ちゃんっていうような形で愛嬌のあるようなネーミングということで、はい、社名をつけたというふうに聞いています。一見塗料を作ってる会社に思われがちなんですけれども、うん、新技術の開発をする技術開発研究所ということで、今社会インフラ整備に対する技術開発をしている会社になります。道路や橋など社会インフラの老朽化が全国で課題になる中、ソメキューテクノロジーは古いものを壊さず再生延命を掲げ技術開発に取り組んでいます。錆びた鉄骨階段は錆の進行を止めて補強、再び使えるようになりました。再生、延命、強度の復元を図るソメキューテクノロジーの技術が今注目されています。こちらなんですけれども、はい、これコンクリートブロックです、うん、普通これをハンマーで叩くとボロッと割れてしまうじゃないですか、はい、こちら新素材を塗って叩いてるんですね。コンクリートブロックだけがなんかボロボロとなってると思うんですけど、はい、塗膜は全然変わらず、はい、この角なんかも欠けちゃってるんですが、はい、これも四角く再生しています。なるほど。全然なんかもうカチカチですけど、はい、うん、新素材は再生、延命、補強ができるという特徴があります。トイレットペーパーの芯ですね、はい、あ、普通 の、 あの私も使ってるやつですよね。そうです、そうですよね、はい、あ、そうです、そうです、はい、これにこの台を塗っていただいて、はいはい、おー、トロトロ、結構塗っても垂れないので結構厚みに塗ってもらう。なるほど、確かに。塗り終わりました。これが乾くとどうなるんですか？12時間乾かせたものです。あ、硬い、硬いですね、はい、ギュッてやってもグッてやってもめちゃくちゃ力入れてますよ今なぜこんなに硬くなるんですか？もう生粒子化ということで、あの素材ってどうしてもツルツルじゃなくて表面にボコボコが見えないものがあるので、そこに食いつくことによってナノ粒子化された成分が入り込むことによって付着性を上げているのがうちの技術です。密着性が高い独自技術をもとに補強、錆の防止、抗菌、防カビなどさまざまな商品を開発しています。このカラースプレーはナノ単位の粒子が密着することで布や革、金属など幅広い素材に利用できます。トイレットペーパーの芯と段ボールに先ほどの新素材を塗った椅子、私が座っても、はい、大丈夫です。ちなみに男性ディレクターが乗っても大丈夫でした。そんなもの常識だろっていうものから壊しちゃわないと新しい発想が生まれないかな。社長の菱木貞夫さんです。2002年60歳の時にソメキューテクノロジーを設立しました。社長はどんな社長ですか？社長はなんかもう自分から見たらすごいパワフルというか、もうそのエネルギーがすごくて、なんかもう自分が80になった時こんな感じで生きれるのかなってすごいぐらい、すごいパワフルなのを身近でいつも感じてます。だから人ができないって言ったらやってみよう、人のやらないことをやってみようという考えはなんかエキサイティングでしょ。不可能っていう言葉を消しちゃったんですね。そうすると何か見つかるんですよね。再生と延命というところに着眼点を置いてという会社とお聞きしたんですけど、従来のような考え方で壊れたら直そうっていうことよりも、そうするとものすごいお金かかるんです、うん、事前に怖
壊れそうなことに手を打ったら本当に壊れないですもん。再生延命っていうのはほとんど誰も手をつけていない。だったらやってみようかなと思いました。ハンマー投げ、小舘美晴選手、田島記念陸上優勝をはじめ活躍を続けるトップアスリートです。染Q テクノロジーには5人のアスリートが所属、記録への飽くなき挑戦を続けています。アスリートが私たちに与えてくれる感動ってやっぱり作られたものでない良さがありますよね。だから私たちがわずかでもそういう活動を支援できたらなと思ってとても楽しみにしてます。新たにどんな技術を開発していこうとお考えですか？だからいつも受動的に相手が困っていることを解決したいなと。私たちがこんな技術を開発して世の中に売れるかなっていう考え方のメーカーとはちょっと違う。何も考えてない。